ハロルド・ブルームは、米国の文学研究者、批評家、イエール大学名誉教授、ニューヨーク市ブロンクスに生まれ育ち、イディッシュ語を母語とした。1947年、コーネル大学に入学、1952年に卒業、1955年イエール大学で博士号を取得する。以後イエール大学で教員を務めた。ノースロップフライを先行者とみなし、 ユダヤ教的なカバラー、グノーシスなどを用いる独自の批評を展開し、1973年には影響の不安を観光して評判となる。また1994年にはウェスタンキャノンを観光してベストセラーとなるが、これはシェイクスピアを西洋文学の中核として、当時左翼的批評によって否定されつつあった。キャノンの尊重を掲げたものとして、 保守的批評家とみなされたが、実際には、フェミニズム、ポストコロニアリズムの名作とされるものも挙げられている。その他、世界文学の古典についての膨大な論文集を、編纂し、その全てに序文を書いている。日本では、影響の不安という語が有名で、1980から90年代に、文芸評論家によって使われたが、実際はより難解なロマン派の詩の理論であり、 2004年に翻訳が出て詳細な中がつけられた。ありがとうございます。